はい、えー、こんにちは。えー、今回はですね、えー、サウンドピーツの、えー、完全ワイヤレスイヤホン、えー、Air4 Pro の、えー、レビューをしていこうと思います。えー、こちらの製品、えー、サウンドピーツ様より、えー、レビュー用に提供していただいたものです。ありがとうございます。で以前にも、えー、同社のサウンドピーツのイヤホン、 このエア4っていうのもレビューしてるんですけど、まあ、こちらはインナーイヤー型でこちらは耳栓型のカナル型という、まあ、違いがあるんでそこも比較しながらレビューしていければいいなと思います。 このサウンドピーツの A4 プロノイズキャンセリングついててしかも高音質のアプト X アダプティブに対応しているということで結構コストパフォーマンスもそしてパフォーマンス自体も高い製品となっているようですじゃあ早速開封して詳しく見ていこうと思いますじゃあ開けていきましょうで開けるとこんな感じ 蓋の裏に説明書類が入ってますねそして本体がこれ充電ケースに入ってますけど蓋をパカッと開けるとイヤホンの本体が入ってますケース自体はそこに USB Type-C の端子があって、まあ、ここからケースに充電してそのケース経由でこのイヤホンに充電するようになっているみたいですね で付属品見ていきましょうかマニュアル類はこんな感じですね、まあ、いつもの多言語のマニュアルがあってもちろん日本語の内容もあります、まあ、操作方法なんかも書いてありますねで付属品が他にもあってちょっと分かりにくいんですけどトレイが外せるようになってて この台紙をめくると交換用のサイズ違いのイヤーピースが入ってますカナル型のイヤホンって、まあ、耳の穴に入れて使うんですけど、まあ、ここのサイズが人によって合う合わないがあるんでだいたいサイズ違いのがついてますまあ SML で3種類付属しているような形ですねこれでも絶対気づかずに捨てちゃう人いそうですよね 反対側の台紙のところには USB の充電ケーブルが入ってます。付属品はこんなところですね。<noise> えさて、このサウンドピッツの Air4 Pro。 まあ特徴なんですけど、えー、まずは高音質なスナップドラゴンサウンドという技術に対応していることですね、まあ、ハイエンドからミッドハイぐらいのスマートフォンであれば CD に迫るるるととされ音音質でで楽再生することができます。ま,あ、またねそういう高音質再生って結構転送速度がシビアで電波状況が 悪かったら音がブツブツ切れたりするってことがありうるんですけど、まあ、アプト X アダプティブっていう、まあ、その電波の Bluetooth の強さと音質といい感じに調整してくれる機能っていうのがついてまして、まあ、電波状況がいい通信が良好な時は高音質で,でノイズがあるとことか通信が不安定な時はちょっと音質犠牲にしても安定性を重視するっていうような制御がされてます。 ちなみに操作は物理ボタンはついてなくて、ここの部分をタッチすることで曲送りとか音量を上げたり下げたりすることができるようになってます。操作方法はこんな感じになっています。曲戻しだけノイズキャンセリングに割り当てられててできないんですけど、それ以外の操作は基本的に このイヤホンのタッチ操作だけで賄うことができますさらにこの Air 4 Pro の場合装着自動検知っていう機能がついてましてこの耳に入れた音楽を再生してても耳から外すとそれを検知して一時停止するっていう機能がついてますこの機能についてはスマートフォンアプリからオンオフ切り替えることができます えじゃあ次ノイズキャンセリング機能とかイヤホン自体の音質を見てこうと思います、えー、まず音質なんですけど結構ね重低音がやっぱ強めの印象があって逆にちょっと高音はこもってるかなっていう感じがしますまあでもこのカナル型のイヤホン自体かなり密閉性遮音性が高いんで 外とか電車の中とかうるさいところでも音楽楽しむことができます。さらにノイズキャンセリング機能ですね。メーカーの資料では最大マイナス四十五デシベってはかなり強力なノイズキャンセリング性能となってます。これがすごくってここの左耳側のこのタッチボタンを 長押しするとアクティブノイズキャンセリングがオン。でもう一度長押しするとパスする外音取り込み機能。さらにもう一回タップするとノイズキャンセリングオフのモードに順番に入れ替わるようになってます。でやっぱりねあの電車の中とか飛行機の中みたいな結構こうゴーっていう環境音がうるさいような場所だと絶大な効果があってほぼ無音の空間になりますね。 まあ一方でね結構耳にこう圧迫感みたいなんがあるんであんまり長時間になるとちょっとしんどいかもしれないです、まあ、そういう時はノイズキャンセリングを切るなりちょっと耳から外して休むなりする方がいいかなと思いました、まあ、あとあの自転車のローラーのトレーニングでも使ってみたんですけどローラー台の,あの重低音とか振動 とかが聞こえなくなって、まあ、かなり不思議な感じ、なんか無音の中で自転車漕いでるような感じになりました。まあローラー回しながら音楽聞いたりとか、なんか動画見たりするって使い方にはかなり便利でした。<noise> え続いてバッテリーライフ、まあ何時間これが使えるんかっていうのも実測してみました。えー、調べ方はこのスマートフォンの サウンドピーツアプリでバッテリーの残量を見ることができるんでこれで一定時間ごとにバッテリー残量を見ながら YouTube ュージックで音楽を連続再生してペアリングが消えてしまうまでの時間を測定しました交渉では連続再生時間6.5時間ってなってるんですけどちょっと実際に測ってみた時間のちょっとグラフを交えてお知らせしようと思います えまずノイズキャンセリングをオンにした状態で再生した場合、えー、これがねこんな感じになりましたえー、6時間半持つって言ってるんですけど実際はもう3時間ぐらいで力尽きててしまっていまっす、まあ、ちょっとねこれまだ開封して23回しか使ってない時にやったんでバッテリーの容量がフルに発揮できてない可能性もあるんですけど 思ったよりはかなり短いかなっていう印象でしたちょっとね期待外れだったんですけどノイズキャンセリングオフにしたらかなり稼働時間伸びまして4時間半を過ぎるぐらいまあちょっと6時間半には全然届いてないんですけど、まあ、これぐらい持てばまあまあ実用上困ることはないかなと思います でバッテリーが切れても、まあ、この充電ケースに戻してやると、えー、再び充電が始まるんですけど、えー、それがね充電自体早くって30分で80%ぐらいで1時間ぐらい置いておけばもう完全に100%まで充電されるんで、まあ、なのでちょっと耳から外す時にすぐケースに戻しといてやれば、えー、丸1日使ったり。 充電したり使ったり充電したりで使い続けることはできると思います。ちなみにこの充電ケースの中のバッテリー使い切るまで使い続けると合計で二十六時間再生できるっていうことになってます。はい、じゃあ最後に今回のこのサウンドピーツ Air 4 Pro と。 こちらサウンドピーツ Air 4の比較をしていこうかなと思います Air 4 Pro はカナル型耳栓タイプで Air 4はインナーイヤー型まあ、いわゆる昔ながらのイヤホンのタイプっていう風な違いがあってその他は基本的に同じ仕様ですサイズとか重量連続再生時間もほぼ一緒ですし どちらもスナップドラゴンサウンドに対応していてどちらもノイズキャンセリングを搭載しています機能的に実は違うところが少しありましてこっちはカナル型なんでパススルーモード外の音を拾って再生するモードがあるっていうのが一つでもう一つ音声通話するときに高音質で話せるアプト X ボイスっていう機能がついてるのはこっちのプロだけです でさらに耳から外したら再生が止まる装着検知もこのエア4プロだけの機能となってます他は機能的には一緒と考えていいと思いますで両方使い比べた感想なんですけどエア4プロはやっぱりカナル型でで性がかなり高いですで。特にノイズキャンセリングをオンにするとほぼ無音になるんで。 公共交通機関の中とかうるさい場所でもしっかり音楽を楽しむことができます、まあ、あとね耳に入れて使うんでかなり脱落しにくいってことでなんかポロッと落としてしまうっていうようなことはありませんでしたで一方でこちらのエア4これはねインナーイヤー型ってことで耳との間にはやっぱり隙間ができてしまうんでノイズキャンセリングオンにしても。 それなりに外の音は漏れて入ってきます。まあ、ただ耳の穴を完全に塞がないんで圧迫感が少ないんで聞き疲れしにくいですね。だから長時間音楽聴いたりとかながら、劇する場合はこっちの方が快適に感じました。で、音質面ではこの air4 pro はやっぱり密閉型ってことでえ、重低音がしっかり聞こえますし。しその代わりちょっと高音が。 こもるようなイメージがありましたで逆にこっちのエア4の方は、えー、低音はねちょっとスカスカといったらなんですけど軽い印象があるんですけどその代わり聴、えーねまあ、く音楽とかによってもどっちがいいかっていうのは変わってくるかと思うんですけど、まあ、低音重視ならエア4プロ高音ならエア4っていう印象でした。 はいえー、というわけで、えー、このサウンドピーツの Air4Pro と、まあ、この Air4、えー、軽く比較なんかもしながら、えー、レビューしてきたんですけど、まあ、やっぱりね実売1万円を切る、まあ、7,000円ぐらいでここまで高音質再生に対応していて、まあ、しかもノイズキャンセリングもついてるっていう機種なかなかないと思います。ど、ま、ど、あ、どっちち選選ぶか好みももあるんんでですけどどっち選んでも 満足はできると思うんでぜひ気になってる方は試してみてもらえたらいいなと思いますじゃあ今回の動画は以上ですご視聴ありがとうございました